ことは何ですか。英語に出さずにみたいな感じで言ったら、うん、えーってやるのかなるから自信が持ってるように見えるかな。 Hi everyone, this is welcome back to my channel. 今日はサギリックスに来てもらってます。皆さんこんにちは、よろぶなにやすや、はいぶまさぎりでーす。イエーイ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2人で動画を撮るの初ですね。そう、初、はい、ということで今日はサギリックス、はい、あの帰国子女ではないでしょうか。はい、帰国子女ですですよね。はい、帰国子女じゃないくてっていうか、もう元々ずっと憧れてたのね。あ、そうなの。そうなの。なんかまずずっとインターに行きたかったのと、インターに行ってないの。行ってないよ。あ、すごいね。それでその英語力すごくない。いやいやいや、そのインターと帰国子女への憧れがめちゃめちゃずっと小さい頃から、ほうほうほう、なんかもうあの人たちは生まれた時から日本語と英語ペラペラじゃねえのかみたいな感じで、なるほどね、ずっとね憧れてたわけ。はい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 、でもなんかやっぱそれなりにさ辛いこととかやっぱり聞くし、うん、あるじゃん絶対。だからなんか何がいいのかとか、うん、何が大変だったのかとか、どうやってそれをちょっとオーバーカムしたのかみたいな乗り越えたかね。そうそう、それ聞いていきたいなと。了解です、お願いします。はーい、ハロー。サギリックス の, あのバックグラウンドはいかがですか。ああ、私は生まれ育ちが香港。ちょっと前に行きましたね、私そう、18、そう、ちょっと前にね、香港見ました。ありがとうございます。ずっとそこにいたの。うん、素晴らしい、うん、18年間あっちにいて、大学のために日本帰ってきて、大学も途中でね、中退して今に至るという。おー、ちょっと知らなかったですね。そうなんですね。だからもう、ほとんどね、海外歴の方が長いかもしれない。そうだね、うん、ずっと香港、香港で、香港のインター、香港のインターですね。てて小中高全部インター、うん、もう幼稚園小中高全部インターで、ただ小学校と中学校の間のこう1年間だけあの日本の学校にいた。香港にある日本人学校みたいなのがあって、本当に日本の学校をそのまんまテレポートさせたぐらいの日本の学校があって、すごいね。そこに1年間だけ行った。なるほど。全部インター。え、家では日本語、日本語ね、うん、で外に出たら英語ってこと。そこに出たら英語だったね。で韓国語は独学だね。あー、なるほど。そう、韓国語独学で勉強しました。そういうトリリンガルって感じですかね。あー、素晴らしい素晴らしい。はい、いいことは何ですか。いいこと、私が今思いついたの4つあって、1個が、就活がとにかく楽でした。それ意外なんですよね。私留学したじゃん、うん、で留学して、留学も入りやすいんじゃないの、結構いろんな人に。え、思ったの私、うん、絶対留学したらそういうイメージ、就活に得っていうイメージだったんだけど、なんか全然大変だった。そうなん。え、でもそもそもまず時期も難しいよね。そのみんなが就活してる時期みたいな時に、うん、あの海外に行っちゃってるから、はいはい、みんなと一緒にできない。だから情報とかも自分で頑張らなきゃいけないし、中途みたいな感じだもんね。そう、なんか通年採用とかならいいんだけど、うん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 、やっぱ帰ってきてからってなるともう、うん、みんな結構もう取り終わってる上でプラスアルファで取りたいところしか取ってないみたいな。なるほどね。なんか枠がすっごい狭きもんだった。第2で留学してる人とかはいいのかも。なるほどね、うん、いや私はかなり楽だった。でもそうなんだ。英語に出さずにみたいな感じで言ったら、うん、なんかそんなもんだっけ。いや、多分そもそも枠が、私が見てた枠がこうザ日本の企業とかではなくて、あ、はいはい、もう英語使える企業しか見てなかったから、うんうんうん、しかも大学中退だから入りにくいはずなのに、うん、全然なんか、ああもう海外の歴あるならもういいよみたいな感じのことは多かった。すごいね。就活にそんなには困らなかったかもしれない。じゃあまあ狙うところもあるかもしれないね、うん、そうだね。ザ日系企業とかは無理だと思う。そうだね、うん、そうだね。それは難しそうだよね。落ちる、落ちる。そう、絶対2回ノックしなきゃいけないとかさ、あのおかけになってくださいって言われるまで座れないとか、そういうルール全く分かんないから、そういう意味では落ちるかもしれないけど、アメリカ人の面接官とかだったらえーって言われるから、そういう意味では楽だった。仲良くなってそう。仲良くなった、ね、そう。さすが。そしたら採用された。でも全員がそうってわけでは。そうだね、私の場合はそうだったってだけ、うんうんうん。まあ、帰国子女のタイプがいるもんね。だってずっと海外にいたのか、日本で育ってちょっと行ってまた戻ってきたのかとかね、っていうのも多分入ってくると、うんうん、だから日本の企業とかだったら、もしかしたら日本に一瞬帰国してって人の方が入りやすいかもしれないよね。日本に住んでた経験がね、長い人ね。かもう、か私が単純に運が良かっただけっていう可能性はある、うんうんうん、そうね、そうね、うん、で、もう一個が言語の習得にあまり苦労しない。素晴らしい。っていう部分かな。そこですね、私が羨ましかった部分は。どっちも最初から入ってくるってことだよね。そうだね、もう勉強してないから両方。脳のキャパすごいよね。いや、自然だな。赤ちゃんの頃からそうだったからさ。あ、だって幼稚園でもう英語やって、で帰ってきたら英語、うん、あの日本語とかだったから、そういう意味ではそんな、なんか自然と脳がそれに慣れて、そういう環境に慣れてたって、はい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 、中途半端にはならない。中途半端にはな
った。なるよね。なってたなってた。だから学校ではもう徹底的に英語やって、うん、で日本の学校に入ることによって日本語もちゃんとそこで習得できたから、まあ、だからといって別にできるわけではないけど。いやでももうどっちもペラペラ。どっちも特に日本語はねボロボロよ感じはね。まあこの後ね後にね紹介させていただくけど、うん、そう日本語はボロボロ。はいはいはい。まあでもいい点としてはそこら辺はそんなにこうパーって頑張るみたいなはない。ない、うん。ある程度わかるっていうのはもう喋れるだけでもまだ楽だから、うん、勉強するってなると。ちょっと死んでるの面白い。ちょっとイエーってなった。あ、ありがとうございます。あ、ちもちゃんこの子。かわいい。かわいい。イエーイ。イエーイ。あと、いい点としては？いい大学に入れます。ウェーイ。ゆるい。就活と似てるね。そうだね。あ、そこも関係してるかもしれない。あ、関係してる。しかもいい大学だったらやっぱ就活もさ、いいね、楽になるっていうじゃん。だから一緒だ。なんでいい大学に入らせるの？あの、帰国生入試っていうのがあるから。あ、なるほどね。わざわざセンター試験まで行って、はいはいはい、こうガーってやらなくてもいいじゃん。うんうんうん、面接さえすればいいから。だから大学のその面接官と友達でなれば、すごいんだよ。ありえないから基本的にそうだよね。そうだよね。私もだって大学それで入ったから、うん、やっぱ枠も狭いしね。狭いっていうかまあなんか限られた人だってその中での才能競争っていうのが強いってことですね。かな、わかんないけど。しかもこう入る大学がさ、うん、こうみんな特に海外にいた人たちとかだと、うんうん、大体海外の大学を狙うんだよね。日本の大学わざわざ狙わないから、うん、そういう意味では枠がもう海外の人たち限定ってなるから、うん、もう少ないんだよね、うん、そもそも最初から。なるほどね。だからその分入りやすいよね。じゃあ香港にいた時の同級生とかはみんなもうアメリカだったりイギリスだったりオーストラリアだったりが多い。うーん、ま、日本の大学行ったの多分私だけだもんな。日本人自体は少なかった。そうだよね、うん、インターの子そのままね英語圏行くイメージ多いよね。うん、なるほどなるほど。じゃあ日本の大学だったらまあ入りやすいかもしれない。入りやすいと思う。うーん、うん、で最後、うん、まあ普通にあの頭悪くても頭いいと思われます。いいこといいことだと思う。あ、だってイメージでね、うちらは我々英語系みんな頭いいと思われがちなんです、うん、帰国子女っていう響きがかっこいいもん。もうそうなんだよね。そうなんだよ。響きはいいんだよ。響きかっこいい。中身空っぽなんですよ。いやそんなことはないよ。いやそうか、中身空っぽなんだけど頭いいと思われがちなんだよね。あ、なんだけど頭悪いです多分。え、あとなんか自信が持ってるように見えるから、自信ある人ってなんか頭いい風に見える。いい風だよ。なんか喋ってることが賢く聞こえるの。同じことを例えば自信ないようになんか私はこうだと思いますみたいな感じの言うのと、私はこうだと思いますみたいな。確かにね。で、それで確かに、わあの人って頭いいんだって同じこと言っててもなる。それめっちゃ、それを素で言えてる人多い気がする。そうだよね、確かに。それはあるかもしれない。やっぱそういう環境で揉まれてるもんね。ずっと意見言わなきゃやっていけないみたいな環境にはいるから。それ慣れてる、慣れてんだよね。確かに賢く聞こえる。本当に賢いんだと思うよ。いや、それだけ全然賢くないと思うよ。うちらなんか意見言って終わりのタイプだからさ。なんか自分の考えをまず言えることがあんま少ない。あ、でも日本だとそうだよね。そう、だからかっこいいと思うし、なんかそれ自体が賢い。そう。あんま納得いってないよですが。いや、私はね、単純に自分のこと頭悪いと思ってるから。いやいやいや、謙虚ですね。だから本当に頭いいと思うし、それも見せ方も上手いなと思う。え、そうかな。え、本当？単純にずっと頭悪いと思ってました、私自分のこと。そんなことはないです。本当？はい、はい、じゃあちょっと褒め言葉として受け取らせていただきます。はい、はい、Yeah！で、悪いポイント、はい、こっちの方がね、考えやすかったです。うんうんうん、日本人男性にモテない。あら、一番目ドドンと出てきました。そうなんです、日本人男性にモテません、私たち。おー、そうなんですよ。なんででしょう。可愛くないから。可愛げがないみたいな。可愛げないね。意見ズバズバ言っちゃうし、なんかズカズカ言っちゃうし、はい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 、結論すぐ決めちゃうし、あ、なんか社交辞令とかもできないし、うちら。なんか飲みに行きましょうって言ったらね、本当に速攻決めちゃうから、うちら。え、いつにする？いついついつってなると日本人男性は、いや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 、ちょっといやそういうつもりじゃなくてガチガチやなみたいなね。うんうんうん、で引いちゃうんだよね、見引いちゃうんだよね、その日本人男性が。だからモテなくなる。ちょっとスケジュール確認しますねみたいな方が、あ、いいって。え、ちょっと考えますの方がさ、モテる。バカにしてるでしょ。の方が、モテるの、憧れるもん。
もん私。だってそもそもさその香港とか、まあ、インターとか、うん、その海外とかで、うん、そのモテる女性像と全然違うじゃん。全然違う。アメリカでモテる人っていうのはやっぱ自分があって意見があって自分を持ってる女性みたいな、かっこいい女性の方がモテるじゃん。そう、見た目も違うしね。そうね、そのなんかタンでボンキュッボンでとかそうみたいな。わかる。マッチングができればね。そう、マッチングがそもそもできないから、そういう人を好きな男の人が好きだったらちょっとね。そうね、そうだね、それはちょっとね。そうなんだよ、だから持ってないんです我々。それが一番の現実。私は本当に苦労してるんですそれで。なるほど。そう、いないの。募集中ということです。いや、違う、募集はしてない。あ、募集はしてません。訂正。募集はしてないです。今仕事に集中してるんで。あ、じゃあ DM は送らないでください。送ったらでも見ます。あ、見てます、はい、見てます、はい、でもモテないんです私。モテないです。なるほど、はい、日本、特に日本人男性。うんうんうん、ね、でも海外経験ある人とかにやっぱモテそうだけどね。でも海外経験はね、でいいのよ別に。あ、いいの。いや、なんかだって私日本人タイプなの。あ、そうなの。え、じゃあ英語全然喋れない日本人でいいの。全然 OK。 へえ、だそうです。全然 OK なんですけどなかなか分かってくれないんです。で、日本、まあ日本育ちの親友、ずっとその親友にお前はちょっとずかずか行き過ぎだからやめなさいっていうのを毎回注意されて早すぎる、落ち着けって言われる。そう、もうそんなすぐ予定決めなくていいから。え、だって今決めないとさ、いつ、じゃあそういう関係なんの。そうか、そういう関係とは。だけどなんか、いや早すぎる、日本人男性は対応できないよ。アメリカ人とかさ、 Hey なんか What's up みたいな、うん、もうそれなんか Just chilling とか言うとさ、 OK wanna come over みたいなさ、やる。そのスムーズだよね。数分内にさ予定入るんだよ、ね、とかあるじゃん、うん、でもさ日本人とかだったら今月の土日は全部埋まってるから、まあ来月だと中旬ぐらいの土日どうかなみたいな。そう、もう冷めるよねその後。でそう言わって言って、うん、はい、じゃあ決まります、ドタキャンよ。あ、多くない？どうなんだろうね、本当にドタキャンなのか何なんだろうね。どうなんだろうね。で、もう一個、海外かぶれだと思われがち。はいはい。経験が全部海外だから、うんうん、海外ではって言っちゃうんだよね。うんうん、ただ、海外ではって言っちゃうと、ああ、もう日本人なのに海外かぶれだって言われがちだよね。なんか私の動画でもそうだし、はいはいはい、育ちとかもう全部あっちだから、あっちベースになっちゃうじゃん、どうしても会話が。そうだね。なんだけども、それ言っちゃうだけで、あ、海外かぶれとは思われがちだよね。私、結構中は日本人として頑張ってはいるんだけど。あ、そうなの。なるべく。日本人アイデンティティの方がでかいんだ。日本人アイデンティティのままでいる、私は。それはむずいよね、だって、うん、マナーよくしたいし、うん、私もその日本のそういう文化に憧れてはいるから、うん、プライド持ってるし日本人として、うんうんうん、だからそういうのはちゃんと自分に取り入れようとするけど、やっぱやり方がたまに間違えてたりするとか。だって18年間の経験がそっちだとさ、うん、もうレファレンスそっちにしかないじゃん、うん、日本歴私5年とかだもん今。やばいね。そう、見えないね。そうそう、そうなのよ。ね、そう、日本歴5年しかないから、逆にさそうなっても仕方ないんだけど、ただ海外株だと思われがちだよね、うん、まあそうだね、まあ、しょうがないよね。それがあまり良くないところ。まあ知ったら全然そう思わないけどね、最初の初対面がね分かんなければ ね、 ね、だといいんだけどね。まあ香港18年って言われたら、おおってなる。やっけーってなるでしょ。おお、香港の人やーってなる。そうなのよ、現地なのよ私あっちで。そうだよね、そうだね、あっちだと現地なのよ、いいぐらいなのよ多分感覚では。確かにね。そうなの。もう一個、漢字が読めない。あー、はい、漢字はもう難しいですね、それはもうしょうがない。英語も喋れるんだもんって思うじゃん、うん、漢字読めるのってかっこよくない？え、日常生活苦労する？いや、うん、それは大丈夫だけど。何に困るの？漢字読めないと。契約書とか。契約書とかね。契約書とか困るよね。案件とかさ、うん、メール書くときとか、事務所にメール書くときとかも読めない漢字とかたまに出てくるし。漢字もそうだしさ、言葉遣いもさ、難しいよね。むずい、むずい、むずい。日本って綺麗なのよ、言い方が全部。うん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 、汚くなっちゃうの。汚くわかんない、変換してるからさ。もうあれだよね、すでにいただいたやつをもうほぼほぼ返すしかないよね。そう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 。よろしくお願いいたしますみたいな感じで、もうそのままお返します。やってる、むずい、マジでむずい。確かに自分でこう言いたいとかなったらむずいよね。そう、だから変なところに誠にありがとうございますとか入れちゃったりするから。私分かんないもん、ね、絶対私笑われてるなと思いながら書いてるもん。香港18年って書いてある。そうそうそう、許してくださいって言って。はい、で次が、はい、社交辞令がどうしても意味がわからないっていうのが辛いかもしれない。はい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 。例えば飲みに行きましょう。飲みに行きましょう。飲みに行きましょう。グイグイですね。グイグイ飲みに行きましょう。こんだけグイグイは行きたいよね。もう会議の飲みに行こうねみたいな。あれスマホなの？飲みに行くみたいなら言わないの。 See you later だよ。そういうやつなの。でもまたねの間に、ま、飲みに行こうねってこと、またねってこと。え、でも結構今純粋な。最初アメリカに行った時も、 We should grab lunch sometime とか言われた時に、うん、Like when? みたいな。
私最初なるよね、なるよね、tomorrow みたいな感じだったけど、 oh well let me check みたいな、なんかあそういうんじゃないのかってなったから、なるほど、ね、なんかそれをもうアメリカにもあるんだなってなった。そうなんだ。そう、逆に私今まで絶対決まってたから、うんうんうん、日本人の方に言われると、特にこうコラボ撮影とかが終わった後に飲みに行きましょうとか言うと、えマジとかなっちゃうからえやーって反応すんのまあそこは一旦置いて、そういえば飲みに行きますってまた LINE とかでなったらガチだね。うん、ただないからさ、まあ、あそこだからね、社交辞令が分かんない、だから最初から誘うんじゃねえっていうのが私の言いたいことだよね。私でも今食べたじゃん、ランチとかで今あったじゃん。例えばうちらさ、うん、えまた飲みに行こうねってこの後言うとするじゃん、うん、でもそれを今お腹いっぱいじゃん、うん、だから今決めないんだよ多分。で、なるほどね、ちょっと経った後に、あそういえばさ、ギリックスとこの間また飲みに行こうって話したじゃん、だからたまたま思い出して、うん、で連絡する。あーなるほどね、そういう感じ。そう、なんか私も最初は普通にすぐ決めろって思ったんだけど、うんうん、それって多分辛い人には辛いんだよ多分、うん、なんかその今会ったばっかりでお腹いっぱいなの今、うん、詐欺リックス満足度が今フルフルになってるから、うん、その中で下がった時に、そう下がった時に決めたい。なるほどね、するとまたモチベ上がる、あじゃあ次詐欺リックスに会えるみたいな、なんか分かりやすいよ。あ、ほんと？自分のことステーキだと思った方がいいの？あ、そうそうそう、だからお腹いっぱいだけど、たまにそう、たまにでいい、ステーキ食うかっていうタイミングそうみたいな、一緒か、たまにでいい。なるほどね、そう、毎日寿司とかだとちょっとね、そうだよね、そうなんだよ、なるほど、理解かもしれない。で、もう一個がお金持ちだと思われるでございます。でもそういうイメージあります、私も。そんなことないんだよね、特に、まあ、うん、アメリカにいた人たちは確かにお金持ちかもしれないけど、香港だから、でも物価高かった。まあそうね、物価高い、今円安だからね、物価は高い割には、ただちゃんとね、確かに収入は高いし、保険そんな取られないから、で、年金もそんな取られないし、税金もすごい低いから、確かそうなんだ、だからそういう意味で別にそんな高いところにいたわけではないから、私、うん、イメージは、だいたいさ、親御さんの仕事で行くみたいな、うん、で、そういう仕事をできてる人っていうのは、うん、なんかうちの中で会社の上の人たちみたいな、そのやっぱり部長とかのレベルで優秀な部長とかが海外に派遣されて、ってことはやっぱ年収うん千万なんじゃないかなみたいな、っていうイメージがあるわ。あー、それはわからない、それはわからない、上の人ではなかったと思うよ、私の親。まあでもたまたま海外っていうのもあるよね、多分たまたま、そもそもうちのお父さんが海外で就職したいって言ってそのまま就職した感じだったと思う。すごいね、日本は嫌だみたいなこと言って、それで海外になっちゃった、それで生まれたの私。あー、そうなんだ。だからなんかそこら辺はなんか日本で就職して上の人になって、うう、うするってなったら、そうだね、年収は高いと思うし、お金持ちだとは思うけど、確かに0歳からって言われたら、あれじゃ、なんか私のなんかザ、いわゆる帰国子女、5歳とか6歳とかで、小学生から行ってみたいなのとは違うのかもね、っていうのはちょっと違うかもしれない、そうね、場合によりますよね。私の場合はそんなことはなかった。しかも海外のインターって高いイメージあるね、確かに日本のインターって高いじゃん、めっちゃ高い、私も見たの、うん、高ーと思ったもん。もうだって小学校でこれみたいな値段だよね、そうそうそう、すごい値段するじゃん。いやもう海外でそんなことないから、そうなんだ、現地校みたいな感じで行ってたから、そう、そんななんかお金かかるようなところには行ってないから、はい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 、そういう意味では全然私は普通より、うんうんうん、普通よりってかなり普通、うーん、まあなんかお金持ちじゃないのにお金持ちって思われるのはちょっとね、なんかプレッシャーだよね。プレッシャーどうせお金持ちなんでしょみたいな、あーねー、違いますみたいな、はいはい、違います違いますがさ、やっぱ日本人からしたらさ、あそうなんだって思うじゃん。あー、あのその社交辞令違いますね。そうそうそう、うんうんうん、海外のインターとかだとそんなよ、うーん、普通の学校だから、だからそんなことないです。なので人によるらしいですね。はい、イエー、どうですか、良かった帰国子女で。まあこうやって生まれたからにはね、受け入れるしかないみたいな感じだから良、ね、かったとか思うよね。でも完全に日本まで日本育ちだったらどういう人生だったんだろうとは思う。よく確かにそうだよね、多分英語に嫌悪感抱いてたんだろうなとかは思う。そもそも英語話せなかったかもしれないし、ね、英語話せなかったと思うし、うん、じゃあもしインフルエンサー活動やってたら私どういう系出してたんだろうとかは思う。かなり確かに、まあ、全然違う人生だろうね。そうだと思う。ということで、詐欺リックスに帰国子女の、まあ、いいとことか悪いところとか、まあ、現実どうなのかみたいなところを聞いていきました。イエーイ、イエーイ、皆
皆さんぜひコメント欄で自分は帰国子女として生まれたかったのか、日本人も日本まで日本育ちで生まれてよかったのかもぜひ書いてください、うん、はい、もし帰国子女の方がいればね、共感したとかね、ここわかるって言っていただければ、はい、サギックスの動画にも出演しているので、はい、ぜひご覧ください。多分ね、この動画が出る前にも多分出演は、うん、そうですね、してるよね、多分ね、そうですね、多分そうですが、はい、ぜひチャンネルももう多分出てると思うので、100連発の動画に出演しているので、はい、かなりいい感じで出てるので、ぜひ皆さん楽しみです、見てください。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。 Thanks for watching. Bye. 大活躍